はいどうもお疲れ様です。今回ね、株式市場にちょっと目を向けてみましてね、普段の FX から離れて、株ってのは一体どういう風な場面なんだろう、マーケットなんだろうっていうことを考えてみようかと思います。まずは、一番有名な人は誰かなと思って探してみたら、早速出てきましたね。えー、日本で有名な個人投資家さんですけども、まずね、森高吉さんっていう方、CIS って方がね、 え、一番有名だとされている、方らしいです。それから二人目が、BNF さんですよね。実はこちらの方が有名なのかもしれないですよね。あの、j イコム男というね、名前で呼ばれてますけども、あの、j イコムだけじゃなくて、本当にね、根っから株の人なんですよ、この人。JCOM ももちろんチャンス掴みましたけども、でも基本的に JCOM 以外でもちゃんと利益を上げてる人なんですよね。 それからね、ゴミ大輔さんっていうのが、3番目に来ております。4番目に片山明さん。そして、5番目が最近ね、YouTube でもよく出てくるテスターさんっていう方ですよね。この5人の方について、まずはね、えー、調べることによって、株式ってのは、あ、普通の人でも1人で勝てるんだってことを再確認しようと思います。 はい。それでまずね、一人目なんですけども、CIS さんっていう方ですよね。森隆義さんっていう方ですけども、この方は Twitter アカウントがご覧のように、えー、残っております。トレーダーもされてるし、えー、リネレボ、ポーカー、あ,ーあとね。 ワインもされてるし、マージャンとかもね、得意みたいですよね。日本人の個人投資家で有名な、その代表格が CIS さんなんですけども、総資産がなんとね、総資産ですよ。総資産ですよ。230億まで増やすことに成功したらしいんですよ。一人で230億ってどんなんでしょうね。1億でもね、なかなかいかないんですけどね。 まあ特徴としては強気のトレードが人気を得ているということらしいです。で、この方もね、順調に資産を増やしていったばかりではなくって、最初は大学生の頃に、まあその投資家としての入り口があったわけですけども、パチンコや競馬などで、まあ時間を費やしていたらしいです。一時期それでも貯金をね、2000万ぐらいになったらしいですよ。最初からこういう爆炊みたいなのがあったかもしれないですね。その後、競馬で負け続けて、 結局1000万円ぐらいを失ってしまったと。そして、あ、これは勝てないなというふうに悟ったみたいなんですよ。で、CIS さんはギャンブルで大負けした後に、あ、これはいけんなということで、株式市場にマーケットを移したんですよね。で、株式投資に移行して、順風満タンに行くと思っている人もいますが、実は CIS さんは違ったと。700万円も投資に継ぎ込んで、それを104万円まで減らしてしまったというね、まあ、そういう苦い過去も持っているところからのスタートなんですよ。 そしてこの CIS さんを変えるきっかけが、なんとね、2チャンネル、昔あった掲示板のこのオフ会で、短期トレードという手法に、その時をきっかけに切り替えるんですよね。で、短期トレードに切り替えてから順調に資産を増やして、資産が300万円程度だったのが、なんと6000万ぐらいに爆増したわけなんですよ。 で、最終的に230億まで増やしたということなんですけども、やっぱり勝ち続けていた人生というわけではなかったんですよね。で、CIS さんの手法はシンプルなんですけども、独自手法を確立して勝ち続けることはなかなか難しいですから、誰もができるわけではありません。やっぱり基礎を学んでいってですね、堅実に資産を増やしていく。それが私たちのできる株式投資手法なんではないかなと思います。まあそういう意味で言うとね、一発逆転のこういった、うん、再確に溢れた人を目標にするのもいいんですけども、でも、 しっかりとした利益を取ろうと思ったら、やっぱり教科書通りにまずできることなんじゃないかなと思いますよね。基礎から学んでいくこと大事だと思います。はい。二人目は、またこれがね、かなり有名な人ですよね。何度も何度も取材にも答えてらっしゃる方で、まあ顔も皆さんね、思い出す方がいるんじゃないですか。j イコム男で一躍有名になった BNF さんは、日本を代表する個人投資家の一人です。あの、小手川隆さんっていう方だったと思いますけどもね。 で、えー、有名になったんですけども、総資産は200億円を超えているってところまでは、なんか確認が取れています。BNF さんは164万円で株式投資をスタートさせて、1年後に資産を6100万円まで増やしたというね、凄腕の投資家さんです。で、投資の4年目で、こうね、総資産10億を突破しているトレーダーということになってますから、かなり努力したんだということがわかります。4年でね、10億円を超えてるわけですよ。私 FX で7年ですけども、10億どころかまだ1億も作れてないですからね。 <laughs> まあ、もうすぐ1億になるんじゃないかなと思いますけども、まだまだちょっとね、私としては、うん、もっともっと足場を固めたいところですよね。で、BNF さんの取引手法はデイトレードで、えー、短期の移動平均線から乖離しているポイントで、えー、順張りトレードをする方法らしいです。まあ、こうやって聞くとね、なん簡単じゃんと思うかもしれませんけども、やっぱりそこにはね、精神的な葛藤とか、資金の出し入れとか色々あるんですよね。聞いた感じ、簡単そうに見えるでしょ でも、大金を投資するかなりの精神力、やっぱり鍛えられるんですよ。で、さらに BNF さんは、同じセクターの銘柄の株式を上昇している時にセクター内で上昇が遅れている銘柄を購入する手法も得意だそうですよ。様々な手法を、やっぱり、ね、トライアンドエラーでやってきた、本当努力家、精神の強さがもう何より、 強いということじゃないですかね。やっぱりね、なんか簡単そうに見えても、それができるかって言ったらほとんどの方できないわけなんですよね。BNF さん。やっぱり時代を超えてすごい人ですよね。はい。じゃあ今日はね、もうお一人ぐらい紹介しておきましょう。ゴミ大介さんです。この方は会社員として働きながら250億円稼いだ、この投資家さんです。これもまた珍しい人生ですよ。 ゴミ大輔さんは中学生の頃から投資に興味を持っていて、中学生の頃貯金していた100万円元でに投資を始めたらしいです。そうすると大学生になる頃には100万円が、やっぱりね、6000万。<laughs> 6000万までになって、BNF さんと同じぐらいのレベルの成長を遂げたわけですよね。で、2012年に総資産1億円を達成して、2021年現在の総資産は、なんと250億。ねコロナ禍なんてね、もう独吹く風ですよ。 で、メディアの露出が少ないんで、ちょっと写真がありませんけども、年齢や素顔の詳細は、あやっぱり不明なんですよ。投資歴20年以上の すごい腕投資家っていうことは理解できるわけですけども、やっぱり投資家さんってね、表に出てうこうしたりとか、うん、なんか、その、セミナーをやったりとかっていうのとはね、違って、ほんとコツコツと投資をして、自分との戦いに終始する人なのかなと思いましたね。はい、ということでね、片山明さんとかテスタさんっていうのはまた別の機会に譲るとしまして、有名な投資家さん、株の世界ではこういう人がいるんだなと思ったら、そういえば聞いたことあるなって感じる方も多いんじゃないかろうかと思います。それでは、お疲れ様です。